ここがさっき降りたバス停です。両替はここをもっとまっすぐ行ったところにあります。あと5分ぐらいで着くかな。なんかね、ワクチンね、どうしよっかな。まあ打つためにタイに来たんで、まあ打とうとは思ってるんですけど、 A 型肝炎、黄熱病、狂犬病くらいかな。日本脳炎とかポリオとかも言ってたんですけど、どうですかね。なんかちょっと1日目にして、なんかあんまり長くいるような気がしない。なんか日本帰っちゃいそう。久しぶりだから、あんまり慣れてないっていうのはあるかもしれないんですけど、道がねよくわからないんで。ということで、レインボーエクスチェンジ着きました。なんかカオさんはここで両替するのが一番いいらしいです。ちょっとよくわかんないけど、まあ、じゃあ行くか。今両替をしてきました。一応ワクチンを打つのと、明日からラオスに行こうと思って、ラオスでもタイバーツを両替するので、なので3万円両替したんですけれど、帰ってきたのが7365タイバーツでした。まあ、今円安だから冷凍がちょっと一応いいらしいんですけど、まあ、っていう感じです。これから、なんかモニュメントなんちゃらっていう、なんだっけな、っていうところに行って、でそれで47番のローカルバスに乗ろうと思います。5分くらいです。じゃあ行きます。いや暑い。この通りの奥にバス停があります。これ今通っていいのかな、なんか渡っていいのかよくわかんない。到着しました。この47番のバスになるんですけど、今私がここにいて、17か21なんで、これ反対側でした。なのでちょっと交差点そこ曲がって向こう行こうと思います。
この園内は4時までやってるみたいなんですけれど、あの病院は3時半までみたいなので、あと30分なので急いで行こうと思います。いや間に合ってよかったですね。暑い。わあ、なんか YouTube でよく見せた場所だ。よく見てたわ。ここが赤十字病院らしいです。これ打ち終わったらご飯食べようかなと思うんですけれど、このね、ワクチンね、A 型肝炎と黄熱病と狂犬病は打とうと思ってるんですけど、日本脳炎とかポリオっているのかなって感じなんで、ちょっとあの相談をして決めたいなと思います。なんかまだついて1日目なんであれなんですけど、なんか私1年間もっていうか、なんか私すぐ帰っちゃいそうなんだけど、日本になんかアフリカとかまで行くのかなって感じ行きたいなとは思うんですけどね。はい、ここでございます。到着しました。あーよかった、やってるやってる。まあ一応ね、打ってきますか。そのためにタイに来たし。はい、ここでございます。あ、なんかやってるっぽい。じゃあ入ります。インフォメーション、今受付に行ってこのインフォメーションを書くように言われました。これ書いたら日本のパスポートと一緒にまた持ってきてくださいってことです。じゃあ書きます。書いて、このまま書いて、
けど打たなくてもいいような気がする。3種類打ってきました。ここに2箇所とあとここに1箇所です。で今日打ったのは狂犬病と黄熱病とあと日本脳炎を3種類打ちました。なんか狂犬黄熱病と日本脳炎はなんか一緒に打たないといけないらしいので、次2回目狂犬病を来週また打つので、その時に A 型肝炎とあと、まあ、ポリオとあと狂犬病かなを打とうと思います、はい、いや結構痛かった。なんか100万人に1人死にます大丈夫ですかみたいな、なんかの OK とか言ってなんかめっちゃ怖かったわ。でもとりあえずこれ1回目でもらいました。明日アフリカに行くかどうかっていうのはありますけど、まあちょっとこれやりました。じゃあお水を買って川さんの方に戻ろうかなと思います。